これなんだこれ、なんか外国からなんか届いたんだよこれ。これなんだこれ、どこの国から来たかよくわかんない、全部英語で書いてある。 US って書いてあるからユナイテッドステイツかね。縦、あ、え、でも縦こんなんじゃないでしょ、縦なわけなくない、うん、こんなだってなんかグスグスの箱で来なくない。え、 YouTube って書いてある、書いてあるじゃん、全然見てなかった、全然こんなタイミングで開けんの、俺全然見てなかったわ、俺ほんとだわ、え、ちょっと待って、こんなタイミングで開けんのねえ、普通なんかやるほんとだ、お前らよく見てる、なんかベって書いてるわ、ベって、ベって書いてるわ。初めてのチャンネル登録者覚えてますか、100人目のチャンネル登録者は1000人目のチャンネル登録者はどうでしょうか、おそらく覚えているでしょう。そして10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いありません。ファンがあなたのチャンネルを知ったきっかけは YouTube の検索、友達の口コミ、あるいはおすすめの動画として表示されたあなたの動画かもしれませんとか、なんか五択が並べられてるわ、なんか YouTube の CEO から手紙がついてる、いやマジだこんな時間に開けちゃった、石川のりゆきチャンネル、いや今来た、うん、え、ちょっとだってもう数日前には届いてたんだけど、俺ずっと玄関に置きっぱなしだった、ごめん、これ今日来たやつじゃなくてずっと前から届いてたんだけど、なかなか開ける機会なくてずっと玄関に置きっぱなしだったんだよ。でそういえば、あ、みたいな、今ちょうど服かたしてたじゃん、で玄関の物かたして下から出てきたんだよ、なんかこの上にあの物が乗ってたんだわ、旅から帰ってきたやつとか、そう、縦の上に乗っけてたわ、じゃーん、なんかもうキラキラで米びよが反射してるわ、すごい、ありがとうございます、いや YouTube でやれよ、ツイキャスじゃねえかよ、ねえ、いや YouTube でやれよ、つべらで、なんでツイキャスで開けてんだよ、まずそもそもさ、家じゃねえんだよ、こうキャスだろうが、いやマジで開けるタイミングミスってないこれ、いやマジで縦だと思わなかった、え、こんなんで来るの、普通に。現在 YouTube は16万ちょっとぐらいで一応頑張らせていただいております。まあ今年20万人いけばいいなと思って、まあ、やってますけどね、ツイキャスで今までやってきた放送の切り抜きだけでよくいけたなっていう、まあだからみんながノリラジ見てて、あの間違いはなかったってことですよ、みんなが面白いと思ったものは切り抜いて YouTube に上げても16万人に評価されたってことです、ですから全然胸を張っていいんじゃないかなと思いますけどね、うん、やっと時代が追いついてきたっていう。え、加藤純一郎10分の1おめでとう、これこれの10分の1おめでとう、ねえ、そのコメント俺以下のやつがさ、人の名前を使ってコメント書くなよ、小物が、なお前自身が俺よりも1でも多かったらさまだいいけれどもさ、お前がまず俺のすげえカスのくせしてさ、俺より上のやつの名前を使ってコメント書くなよ、小物が、恥ずかしいと思わないの、なんかそれで人の名前書いて、お前自身でも何でもないのに、見てたら偉いとか思ってるタイプか、お前はじゃあ逆に俺の何分の1なんだよ、恥ずかしいと思うよ、そういうのかっこ悪いよ、自分の数字で語れよ、これは俺の数字だよ、でもお前の数字は何なんだよ、じゃあお前俺におめでとうって言ってるけど、おめでたい頭だね、うん、これからもその頭で配信楽しんでください、おめでたい頭ですね、そんな叩かないでください、え、他の配信者の名前出してるくせにこんなことが叩かれたと思うぐらいメンタル弱いの、え、そこのリスナーなんじゃないの、え、こんなのが叩かれたと思うの、おめでたいですね、全然叩いたつもりないんですけど、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします、僕にとって配信は遊びじゃねえ、お疲れ様でした、 Thank you です。